にしようライゾンですよ、ね、今日もやっていくんですけど、今日はですね、もうめちゃくちゃ強い、あのデッキ紹介していきたいと思います。ということでいきます。こちら、このね、スケルトンキングのスケラデッキなんですけどね、もともとこれはね、なんかジャイスケラでやっていて、こう、ラットがね、紹介していた形は、これがね、スケルトン部隊がダックプリだったんですけど、まあ、このやっぱね、このスケルトンキング、スケルトン部隊とかコウモリとかこのネクロのね、スケを生贄にしてこっちが本命ですよっていう顔でね、打つスキルがめちゃくちゃ強いんですよ。ってことでね、このデッキ使っていこうと思います。さあ、なんですけど、もうマジで完成度が超高い。本当にね、今ね、スケルトンキングスケラ、すごく流行ってるんですけど、やっぱりね、このね、なんか周りのカードを、こう、殺させてからの2周目のスケラ打ってまた回収しての、スケルトンキングみたいな感じで、もうね、溜めて別に打たなくてもいいし、打ったら打ったでね、結局強いっていう感じでね、本当にね、何が来ても勝てるんですよ、これが。さあ、ということでやっていくんですけど、なるほどね。オッケー。はい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 。いや、タワレベ11か。これ結構違和感あんな、マジで。なんですけど。さあ、これは後ろからインドラ合わせていって、まあこれ引っ張るでしょう。うん。どうしよう。で、これはね、結構ね、魂入ったかな、結構。オッケーオッケー。さあ、これで打ち込ましていって、さあ、なかなかにね、これが入るんですよ。これを勝利するかな、しないですね。これキングに打っちゃう、まあ、ここはちょっと豚に大勢変えられるよりもこっちの方が痛い気がする。いや、本当はね、今20体スケルトン2個捨て出したんで間に合えば打ちたかったけどね。まあまあまあいいでしょうという感じで、こんな感じでね、防衛から入って相手が攻めてきたところをカモリ散らかしてのワンパンができるんですよね。で、なるべくこうスケルトン部隊出すときはもう早めでもいいから、やべ、最悪だ。早めでもいいからこのね、スケルトンキングを出しておきたいんだよね。いてー、すれーよー、それは。ちょ、待てよ、相手がこれ5マザネック、はいはいはい、だんだん分かってきたよと。俺の中の厚切りジェイソンが騒ぎ立てる頃ですが、これでスケルトンキングすぐ出す。で、ああ、はい。はい。よいしょ。まあ、ここはスケル打ちません。打ちませんね、余裕で。さあ、いいよ。で、ここで端前出してあげて引っ張るんですよ。で、スケのここで生贄を作る。はい、はい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 、ウッド使った。で、これマザネクがどこに出てくるんだ、どこに出したら守れるんだ、これわかんねえぞ俺。ちょ待って、おい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 、マジかよ。ちょ待って、これ俺どこに出したら今守れるのかわかんなかったんですけど、おジジェという感じでね、こんな感じでやっていくとね、もう相手のねタワーがボキボキにね、バキバキに折れるんですよ。で、やっぱね、こう今ではヒーローのね強いデッキが本当に流行っているので、まあ、基本やっぱねヒーロー入りのデッキは8割9割アーチャークイーンが入っています。で、アーチャークイーンはでもね、そんなスケラに対してはね別にそんな強いわけではないので、このロイフグとかもねめちゃくちゃ今流行ってるんですよ。なんですけど、この今ね見て分かった通り、ファイボヤナメっていう呪文構成が強くて、これはね、マザネクに対してもファイボを打てる、まあ、奉仕とかに対しても1周目ヤナメ、2周目ファイボっていう感じでいけるし、なんといってもマザネク、マザネクじゃないわ、マジアチャ、違う、アチャクイね、アチャクイ、ちょ、寝ぼけてないでください、本当に、ふざけないでくださいよ。アチャクイに対してファイボヤナメで飛ばすことができるんですよ、さっきみたいにね。なので、このデッキ、むちゃくそ熱いです。ということでいきましょう。いや、俺もね、昨日生放送でね、ケンツラットが終わってから、完走させる生放送やったんですけど、マルチね、やっぱスイスイ上がるね。でもマルチだとね、やっぱね、こう、一方的に殴ってる感じがあって、まあまあまあ、それもそれでまた気持ちいいみたいなとこあるんですけどね。さあ、どうしようかな。とりあえずスケブセパするじゃん。はい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 。いや、これ魂回収でしょ、お互い。どうせ出すんでしょ、あんたも。あれ、え、マジ、あれ
そんなバナナ、え、たまいっちゃいましたよ、これ大丈夫ですか。そんなバナナとかいっちゃいましたよ、これ大丈夫ですか。それはいはいはい、なるほどね。ファイブ打つ、このネクロメンサーがマジメンサメンサしてるんですよ、ね、完全に。オッケー、まず2個ね、魂。はい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 、わっはっはっはとやってあげて、さあここに穴を使わす。いや、いいですね、いいよ、うお、OK。 いやこれさあ、ちょっと待ってこいつ、あれだな、クロンくせえな、くせえクロンの匂いがしますね、この人から。これちょっと手札回さないといけないですね。ここで今、そうですね、まあ、スケルトン部隊で受けられるんだけど、ここはね、今ちょっとゴレダクネ組まれると結構やばいとこだったんで、鉄ダクネ。やっぱ後ろのあいつで合わせたいんだよ。で、ファイボヤナメか。ってことは、これあれだな。ダクネ？うん。うん。いや、この、こいつが、こいつが、はいはいはい、なるほどね、いいですね。あ、トリトン忘れてんじゃないかな、そろそろ。いや、なかなか、引っ張れよトリトン、お前ならプリンスをやってくれるって思ってたよ。俺はお前ならやると思ってた。よいしょ、耐えろ耐えろ、絶対に耐えろ絶対に耐えろ。オッケーオッケー、危ない、オッケー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 。相手もやっぱね、この攻めをすると相手もね、キングをね守らざるを得ないんですよ、追えないの本当に。だからこれね、無視できないから、相手もね、そっちにエリクサーを使わなきゃいけなくて、で使わないで攻めるとどうなるかっていうと、もうこっちのね、もう4、50体のスケルトンが先にね、タワーを折るんだよね。だからマジで強いの、本当に。もう、まあ、明らかにさ、これもう、この2戦やってるだけでもう、うずうずしてきたでしょ。もう使いたいでしょ。とにかく、ネクロが、スケを生み出して、それを死んでから、スケラを撃つのか、その、2択を選ぶんですよね。スケラを撃つのか、撃たないのか、否かっていうね、その2択を選ぶんですよ。さあ、これはインド出して、スケ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 、あ、オッケーオッケーオッケー。ここですね。相手はスケがあると。はいはい。これ、ヤーメンを打っておくんですよ。打っておいてよ。打っておいて、結局。はいはいはい。隠れちゃうね。隠れちゃいなと。そのチャイナに隠れちゃいな。オッケー。いいよ。で、これで手前のやつ引っ張って、キンキー。キンキーキッズなんでね、俺は。生粋の。やばい。それはやばい。はい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 。グランドクイーン、これマザーネクロマンサー、違うわ、これさ、何いた、全然覚えてねえな、打っちゃうかこれ。これ弱いな、この形、俺切れてるわこれ、正直言って怒ってます今、この形弱すぎて。まあこれデリバリーウッド、テスラデリバリーウッドか、うわ、こんなんしてた今、こんな顔で、違うな。でも今相手は、いや、クエイクか。はい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 。まあこれね、ファイヤーをね、打たざるを得ないのよ。シュー、このタイミングがグランドクイーン使ったね。グランドクイーン使ったよ今。でここで次に相手がロイホグクエイクかロイホグウッドをしてくると思うのよ。そこをこのマンネク、マンネクで守る。はいはいはい。で魂回収、チアマシーを回収してあげて、さあいいよ、
お前2個使った今俺タコ野郎じゃないですか今の完全にまるで俺がバカみたいじゃねえかよこのロフ来るよねオッケー分かってんでオッケー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 いやそれは美味しいですねケツさせてケツ出さして俺マジでこれ負けたらケツ出します本当に結構需要にあふれた俺のこのケツを出しますはい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 やばいやべえぞこれやべえって意識あっかおめえらごめんゴミ事案なんだからお前はいいねきた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 右に右にめり込んでるめり込んでるオッケーオッケーオッケーこれこれめり込みが見たかったのよそのスケに当てるよーうりー分かってんでいや待って待って待って弱い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 クエイクとデリーアーチャークイーンにもね勝てちゃうんですよさあ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 ということで無敗12勝ですねありがとうございますさあ開けていきましょううーんキムチキムチキムニーはい、ということでね、まあ、このね、グランドクイーンデッキじゃなくて、この、スケルトンキングデッキ、ネクロとスケアミがやっぱ肝なんですよ。逆サイにスケアミを放置して、ウッドでブリッてやらして、それで、このね、スケラ打ってそこにも呪文を探して、スケルトンキングでぶち刺しバモスみたいな、そんな感じののがね、めちゃくちゃ強いのでね、ぜひ使ってみてください。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画で会いましょう。バイバイ!